番違うのって本番基本ある。あいきなりですか。農業用のナイフみたいな。えっ、こうやってやられて、実際に聞いたらマジで行きたくなるね。せやな。男のためのバラエティチャンネル全力漫画シーズン2。はい、どうも、カツモンでーす。バモス。海外夜遊びのプロにブロンド美女抱く方法聞いてみたい。ということで、ゲストに大盛り YouTuber のジョジョさんに来ていただいております。いやー、ありがとうございます。やりたかった。すっごい黄金色に輝いてますね。え、仮面やから。仮面だ。海外夜遊びのプロといえばこの方しかいないだろうということでね、まあ、ジョジョさんにちょっと来ていただいて、はい、海外やったらどんな人抱きたいですか。やっぱブロンド美女っすかね。ですよね。数々ブロンド美女を抱こうとして国内のしょうもないやつに失敗してますから、ね、ダメでしたやっぱ。大体ハリーポッターの変なデブいおばちゃんのキャラみたいな。そんな感じ。やっぱ海外さんに海外の情報聞いた方がいいかなと思って、ね。なるほど。まず一つ目、海外夜遊びは国内と何が違ってどんな種類があるのかっていう。一番違うのって本番基本ある。わあ。いきなりですか。どうですか、勝本さん的には。いや、もういきなり正解のアンサー出ましたね。いやらしいな。絶滅指名がある基本。ああ、そうっすよね、そうっすよね。見て失敗したとしても自分で見て選んでるから納得感があるっていうか。結構何カ国ぐらい行かれたの。110と。え、やばいね。僕めっちゃ気になってたんですけど、国内の女性と海外の女性が行為に対するアグレッシブさってやっぱ全然違うもんですか。日本だと、はい、女の子がそういうことするのはちょっとダメだよみたいな風潮あるじゃないですか。一般的に言うと多分より本能に近いというか。いや、そうっすね。獣っぽさみたいなのは、はい、かも。ブラジルとかはすごいその行為自体を楽しむ気持ちが。ラテンの国全般結構そういうとこがあって、まあ、人生楽しむみたいな。いや、お前なんで日本に生まれたの。ラテンの方が合ってるで。ラテン合ってる。イメージされてるブロンド美女はヨーロッパ。ヨーロッパ。そうですね。北欧の女性はどういうテンションなんですか。日本に近い気がします。あ、寒い気候だからか。そうなんですか。気遣いがあったりとか、ちゃんと人との距離感。それ逆にいいっすね。それ、嫌っすね。嫌なんや。ヨーロッパの女性もラテンの心を持ってほしい。見た目だけ北欧で、中はラテン。中は同じになってます。海外夜遊びっていうと危険なイメージがあるんです。現地の犯罪集団に巻き込まれるみたいな。それが怖い。なんかそういう危険な目にあったこととかってあったりするんですか。あったことは全然あります。でもただ別にただめちゃ危険かっていうとそんなことはなくて、はいはい、普通に遊んでれば大丈夫。キューバって国だったんですけど、田舎の街といないから、まあ、歩いて帰っていいかなと思って、はい、なんか後ろから自転車がこう来てちょっと嫌だなと思ってこう避けて行かそうとしたらキョロキョロしだして農業用のナイフみたいな。ナイフ？なたってんすかなってこうやってられて。いやいや、めちゃめちゃ危ないっすよ。がっつり危険ですよ。そんなに危なくないんすけどみたいな。はい、おかしいっすよ。入るとスマホを取られておしまい。ブロンドの美女と遊びたいっていう観点でジョジョさんがおすすめする海外夜遊びスポットベスト3みたいなのを聞きたい。ブロンドってナチュラルブロンドっていうともうマジかなり限られちゃうんですよ。止めてるブロンドはちょっと許容していただきたい。まあそれは、はい、メンタルの構築で。ブラジルで。ブラジル。ブロンドの髪が多いかって、まあ、そういうわけではないんですけど、まあ、染めてて金みたいなのは結構多いよ。バレーボールとかするじゃないですか。女子バレーとか。ブラジルイコール美しいみたいな。はいはい。そういう国っすもん。ブロンド美女ベスト2スポット。あ、ウクライナ。ウクライナ。はい。わかります。いや、もうサッカーが好きなんで、いろんな国の試合とか見るんですけど、ウクライナの試合の時の観戦のサポーターの女の子のブロンド美女めっちゃ多いです。そうなんや。結構話題になるぐらい。ウクライナは本当にもう天然のブロンドして真っ白で肌みたいな可愛い子が多いのと、意外と夜遊びもそんなにオープンな店はないんですけど、まあ、隠れてやってる人みたいなのは多くて、一番多いのはメンエスみたいな、抜きありメンエスみたいな。ブロンド美女メンエスってめっちゃ興奮する。やばいな、それは楽しいです。母ちゃんいや、待望の1位。1位はドイツでしょうね。これ僕がまあ常々言ってるんですけど、ドイツにあのエスカーか、まあ、サウナ、スパみたいな感じで、はいはい、ジャンルで入ると裸の女の子がたくさんいる。やばいな。何人ぐらいいるんですか。僕が一番行って多かったら多分100人近く。100人いる時って広さはどれぐらいですか。でかい店だとイベントとかライブとかやってるこうホールみたいな、なんかそんなイメージか。とか田舎にあるところでゴルフのクラブハウスみたいな感じで森の中に飛んだって、建物が裸の女の子がいるじゃないですか。前座の壁ってコミュニケーション取ってからじゃあ遊ぶ遊ばない決めてる。裸も見てるわけで脱がしたら残念。あ、ない。僕どのコスプレよりも前座フェチなんで。前座フェチって何。前座っていうコスプレが好きなんです。
でしかも意外に高くないですよ、そんな入場料が大体6000円とかで、まあ、1日入れると。安いっすね。でご飯もブッフェみたいなのがある。ご飯もあるので、店によってはビールとかも飲めるそれで、プールありサウナありジャグジーあり。サウナもうわーちょっとエグいってエグいってめっちゃ行きたいわでそのプレイはその子と相談。でそのプレイは別途払うんですけど6500円とか。え今年でもどうせ行くなら1位のとこ行きたい。そこで何万円で何人行けるかみたいな。あ、おもろい。今行きました、今行きました、行きました、行きましたあと夏に行ってください。庭が結構広くて青空の下で遊べる。日本国内には間違いなくないですね。やったことないやろ、外は。いろんな経験してきたけどないっすね。ベランダまでかなリアルやな。森の中で青空でブロンド日常すぎる、はい、エカさん行くとき、はい、代わりみたいな。で、またご飯食べてサウナ行って、そうそうそう、ムラムラしてきたまた行くその生活やばいよな。行こうみんなでクラウドファンディングでドイツ行こう安心安全で遊べますよね。合法のお店なんで。すごいですね。オリバーカーンもめちゃめちゃ行ってたんですね。じゃあどうやろ。でもブンデスリーガーの日本人プレイヤー行ってその日は。ああ絶対ビップルームとかあるんですよ。でそこはもう一般の客が見えないってとかなんですよ。ウッチ行ってるよ。ウッチ行ってんの。クニーが好きな高原も絶対行ってる。いや高原好きちゃうんで。高原よう言う。俺ここまで話聞いたら僕ら行きます。夜遊びする上で、まあ旅行でもいいんですけど、注意しておくことみたいなのをちょっと聞きたくて。夜遊びするときに、あんまり余計なもの持っていかない。危険なところであればあるほど、最低限のものだけ持っていく。はい、あと、事前に情報を調べ、ぶつかけてくるとかっていうのが、別に限らず、どこでもそういうことが起きるんで、なんとなく値段がこうとかっていうのは事前に調べておいた方が、一番トラブルが多そうな国はどこですか？治安面で行くとでも南米とか危ないんですよね。釣り対策ちゃんとしたら。糸活も中、厳重に守って。いやいや、誰も取らへんの。実際に聞いたらマジで行きたくなるね。せやな。でも行った人が言う話はもう、そうそうそう、格別っすね。ぜひ、一緒に行きましょう。ということでね、ジョジョさんがね、出されてる本に、他の、そうかそう、海外エピソード、めちゃくちゃ書いてあるんで。ありがとうございます。これも持っていくといいっすよね。夜遊びするなら。重いんで、先読んでから行く。なるほどね。で、大事なところだけ写真撮っといて、スマホで。これ、好評発売中なんで。YouTube だと結構限られたところだけパッパって見せてるだけなんで、後ろのストーリーとかがめっちゃ書いてあるんで。なるほど。松本さんどうでしたか？いやーもうすぐ行きたいねもうすぐドイツに行き込んで朝から晩まで行きたいっす。一応今やってんすよ、この中で。再開したんですね。もともとちょっと閉まってたんですけど。で、この後も、ジョジョさんの方のチャンネルの動画で、また対談撮らせていただいたりとか、もろもろ概要欄に全部貼り付けておきますんで、そちらの方からチェックお願いします。お願いします。マジで面白いと思うんで、見てください。じゃあ最後、勝本さん、なんか面白い一言、お願いします。サッカー強い国はエロい、バゴス。終わりですよ。ついに、全力満勤も、海外進出目指します。まずはジョジョさんおすすめのドイツ F カーカー、その後はスペイン、夜の銀河系軍団に俺はなる、待ってろ世界のダンビラムーチョたち、長寿と調査